ということで前回の動画に引き続きこれからは詳しくどう使っていくか、はい、鬼探長のトレーニング企画です、はい、なんだついていけるか心配だ実践ということで陸上競技場来ても器具を見てもわーって言って使ってどういう風に使っていけばいいかって多分分かんないと思うので今回はここにある器具を使ってウォーミングアップを考えていきたいと思います。おー、はい、でウォーミングアップって何のためにするか何のためにしますか。本練習のためのウォーミングアップですか。何のためにしますか。怪我防止。多分2人で言ったことは本当にまさに正解だと思うんですけどよりメイン練習を効果を上げるためには多分その準備段階がとても大事でその準備段階に何をするかそこのウォーミングアップの種類をいくつか紹介していきたいと思います。ウォーミングアップ編という形で、はい、トレーニングのまずはいきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではやっていきましょう。ダッシュでいこうぜ。じゃあね、今日このハーフラックですね、ウォーミングアップをやっていきたいと思います。どうしても今シーズンが入ってきてなかなか筋力トレーニング筋肉痛になるのが怖いなとか感覚狂っちゃうが嫌だなっていうところでどうしてもレースが続いてくると基本的な筋力アップするような時間っていうのを、まあ、なかなか取らなくなってきちゃうけどやはり筋力があってできる技術があるしトップ選手はね、むしろ走る練習よりもそのフィジカルを鍛えるっていうところの方が重きを置いているところがあると思うんですけど、まあ、なかなかそうはいうものの腰が重いなっていう部分があるのでウォーミングアップでウェイトをしちゃおうという感じです。なのでこれはランメニューが来てもいいし、まあ、スキルの練習が来てもいい。ただそのシーズンが続いていく中で筋力不足にならないようにするために、まあ、バーを使って筋力をアップするというところを目的にしたウォーミングアップを紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。まずですねスクワットからいきたいと思うので、はい、僕先行きます。自分がよくやってるようなテストです。スクワットのテスト緊張するなあちょっと腰が反っちゃうけどまあまあいいいいと思ってましょう。はい、あっこれぐらいはい、まず膝肩が一直線だよ。はい、でそこから上がる。はい、いいですね。なるほど。はい、 OK。 よしきさん初めてなんじゃない。ちゃんとやるのこれ団長に見てもらってお前よかったな。いやそうだよね。いやっす。おーでも意外とお前、はい、ここで靴持ちぐらついてるの分かります上がる時にそんなにグラつく音楽は大事でどのきつい選んでやるかも大事。傾斜があってブレちゃうと思うんですよね。足が絶対踏めないから上がって、うん、ここが引けてる状態になってここまでちゃんと進展が入らない。お今このパッド使ったんですけどおすすめのパッドがあってここにはですねこのパッドじゃなくて秘密の道具があります。見たことありますこれ。デレレデレーマンタイさっき教えてもらいました。これ何かってこれをこのままここにカポッてはめます。自分からはまりに行くんじゃなくてバーにはめるんですか。バーにはめる。へえー、こんな感じ。置くものかと思った。これ見てほら見てんの分かる。だからこれ状態が丸まってんだよ。こうやって胸を張ってないここ浮いてんの。胸張ってそう。これそうすると食い込むってここの隙間が埋まるでしょ、はい、でそのまま姿勢ここが浮かないようにスクワットする。あ俺多分今まっすぐかも。今ちょっと腰取っちゃった。こうそんなっつうこれだから悪い癖だよね。武田走る時も腰反ってるって言われるもんね、はい、よく言われます。反り腰になってる。食い込ませてその姿勢をそうそう胸がここが開きやすくなるんだ。あ、小鍋くん足をつくんだ。今度ワイドワイド一応内転筋を刺激入れます、はい、これでこの時膝とつま先揃えて生しゃがんで正面向いてそうでそう、 そうそうそう軽いのでちゃんと整えるのって大事なんですよね。そうそうそう靴がいけねえなまずとここに来たので、はい、もう少しお尻の方に力を入れていきたいのでケーブルを使ってやっていきたいと思います。じゃあセッティングの仕方からここ1個目ここが2個目ここ外れてたら入れてください。で3つ目が上で4つ目が下3箇所の滑車とこの固定するところでケーブルが動きます。今度は何をするかというとこれをベルトにこうやってくっつけます。これを腰につけてください。どこですか。はい、はい、なんとここベルトもね貸し出ししてるんで無料でこんな違いこれ多分ずっとプッシュしてる感じが多分つかみやすいんだよね、うん、下に降りた時もやっぱりこうケーブルが、まあ、多少緩むんだけど下にこう引いてくる力が働いてるんで、うん、それをどうぞそうそういう感じです。シングルすっごい分かりやすくこれすっごい俺も結構トレーニングやってるんだけど、はい、どうしても設置した時
なるべくこの落ち込みがない方がいいじゃん。はい。でもどうしてもやっぱ設置中って体重の5倍ぐらいかかるから負けちゃうんだよ。で負けちゃう時にしっかり地面にちゃんと加え続けられるっていうことが大事 でこれはもうずっとこの動作してる時にすごいやっぱ力かかるし、降りてきた時も力かかってるからずっとプレスする感じっていうのが掴みやすくて、これをなんかウォーミングアップで入れる、うん、すごい。あーそう、すごいや。あーいや普通にきて、でもずっとここに力加えて上がる。ダッシュで行こうぜ。あーもうきつい。痛い。あーこの下に下がる力が変わってるから、この登った時の上がる時とこっちの勇気が出てくるタイミングがしっかり合うよね。竹田は余裕そうだから今はバーボン。メジャーの夢の島編みたいな。大門千秋ねえ構わずちょっと見てるよ。押し切ってみんな、ね、押し切りがやっぱ弱いんで、特に右ふっ、押し切りで分かる、うん、超顕著。はい、分かる。ふっ、どうだ。で、押し切った時にこいつさこっちに下がっちゃうからしっかり真上に背高くする。真上ふっ、どうぞ。そうふっ、顔ふっ大丈夫かやばい、むずい。はい、はい、続いてから上がってきてる。よいしょってことですね。1、2になってる。1だよ。なるほど。すぐはい、欲を言うなら今上がろうとしてこうやって前に体重崩しながら上がってくるから、すねがまっすぐここに加えて上がってくる。せで、なった時にお尻が引けて上がってくる。むずい、マジで。言ってくれたから、うん、出た足で出た足で。これちょっとずつそのダイナミックな起伏感をかけながらダイナミックな動きをしていきたいので、真上に垂直跳び。これはどういうリズムでやるべきなんですか。今みたいに一回一回止まっていいのか、それとも一回一回止まるけど、止まるんだったらポジション確認する。ここはポジションしっかりできるんであれば連続で屈曲進展の速さを出していく。はい、よし、これめっちゃむずいぞ。そう、おい、すげえ。え、すごいよ。そんな止めないの。夢の中いるみたい。夢の中いるみたい。止めない。これすぐ取ってジャンプ、すぐ取ってジャンプ。ダッシュで行こうぜ。で、今はまあ下半身ばっかりだったので、まあ、少し上半身もやっていきたいので下向かない、下向くと丸まってなっちゃうから胸張る。で胸張ると安定感がないからお腹ふーっと膨らまして顔正面ね。すげえ。肩甲骨のこう寄せるっていうのが大事。あ、そう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 。で今どうしても下向いちゃうからなるべく正面向いちゃう。ここがグラグラしてるでしょ、うん、でここは安定させるとさせれば体幹トレーニングになる。ああ見せるのがないよね。あ、そう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 。これグラッとしてるけど、もうおお、そうそう、いけるいける、そう。くっ、ここから動かす。ここ寄せる、そう。わかる、このちょっと違いが。あ、気持ちいい。あ、これ全然無理ですよ。わかりやすい。だけど違って。さっきのバックプレスでできてるけど、これだと引く感じがわかんないんだよね。腰反ってる。これを足の手伸ばして、ここを寄せてくる、こう。そう。ああ、気持ちいい。大体この乳首の上に落として、まっすぐ。肘がこっちに行ったりしないように。ダッシュで行こうぜ。っていう形で今紹介をしながら、ウォーミングアップ多分何種類だ ?10 種類ないぐらいかな。ウォーミングアップ多分、まあジョグももちろん大事だし、ハードル使ってやったりするの大事だと思うんだけど、ウェイトでアップをするっていうのは多分なかなかない感覚だと思うので、まあ、こういったウォーミングアップの仕方をして、十分温まってると思うんで、ここからちょっと、まあ、流ししたりドリルしてもらって、この練習に入る。
っていうのもありかなというふうに思います。でもちろん種目の種類はここで紹介したものじゃなくてももちろんいいと思いますし、ウェイトトレーニングから練習を開始するっていうのもあるよってことを、まあ、今日は学んでもらえたらいいなと思いますし、ケーブルは多分動画でも多分相当いいとは言ってるんですけど、多分やってみるとまた実感が違うと思うので、ここにしかできないものと思うので来て使ってください。ぜひ使ってみてください皆さん。ではありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。